ナも肉体もいらぬ。絶対飲む。貴様らを地獄の道連れに。もう半分僕体力減ってる。この闇で世界を終わらせてくれるわ。はあ、汚ってか喉に突っ込みすぎやろて。ゲロハグでそんな突っ込んだら。キモ。流化するときの目はなんであんな気持ち悪いんやろな。あの時最後こんなん出てたな、そういや。よっそーっと出てくるな。うわぁ、手もでっか、これ。あぁ、ルーニャなっちゃった。え、これ空で戦うってこと？あらっそいつのまがまがしいな。うろこもなんかいっぱい剥がせそう。尻尾もはもはやんかい。あーでもちょっとかっこいいなって思っちゃうな。黒竜。あーだからゼルダが白竜なんか。ちょっとかっこいいな。中二やからちょっとこういうデザインに惹かれてしまうところあるんですよね。ちょっと僕もぐもぐタイムしたいんやけどな。ずーひんうわ来ないでー。ありがたいんやけどちょっとやだな。だってでかさが全然違うからやめてほしいなーねー。あっよかった食べられてない。あんなんだって首いかれた一発やで。え持ってこれ乗りながら戦うとか言う。どういう戦い方するのだけか教えてな。急に放り出さんときな私のこと。やっぱ最終的にはゼルダとやっぱ力を合わせるんやな。それは今までのゼルダシリーズと変わりないな本当に。一緒に頑張ろっかゼルダな。で、どうやって戦うんですか？え、僕、ライネルの剣使いたかったんですよね、正直。ライネルのあの剣、一回も使ってないんで、ちょっと僕、ライネルの剣使いたかったなーって思ってるんですけれども。は？どうやって戦うか言っ、飛び降りるとは？何か、勝手に姫逃げてくれてる。え、なんか飛び降りる消えたな。あ、これ、こうして、どうしたらいい？あいつを多分、もう中両乱からさ、うー、怖い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 、お前が怖いまである。どうしたらいい？僕どうしたらいいですか？あ、なんか背中にイボある。それか。ニキビできてます、背中にこれね。よくないです。じゃあ僕がこのイボをね、ニキビを潰して差し上げましょう。これね、あーよくないですね。あーちょっと正気がすごい。これここ歩いていいの？そもそも。歩いてよかった。おー、姫姫僕のこと助けて姫姫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 これちょっと待って、地上まで落ちたらどうなる？姫乗せて。ありがとう、迎えに来てくれてありがとう。迎えに来てくれてありがとう。姫、ちょっと僕、もぐもぐタイムしてもいい？正気ガードついてるから、なんかもう、適当に食いますわ。いいやつ。なんかいっぱい。あ、これいいっすやん。もう、魚とかも食っておきましょう。はいはいはい。ちょっと、マスターソードにライネルの角つけとかよかったな、姫な。こんなことになるんやったら、なんか、わけのわからん剣つけてしもうてたんで、これを、は飛び降りないとダメであって、あーありますね、あそこですね。
これあれやな、グライドの服着てた方がいいかもしれへん。うえお前が怖いねんって。だからさ別にいいねんで。あ、このニキビを爆弾じゃ潰れへんの。あ、だいぶ遠いな。あんまり聞いてないけど、まあ、179もあるから。あ、ちゃいますやん。そういう時にこのライネルさん、これですよ。これ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 。潰れた、潰れたんか潰れてないかも僕見えへんねんけど、もうこれで体力なくなるまで打って差し上げましょう。で、こうしますじゃろ。で、はいはい、走りまして、こう。あ、ちょっと待ってくださーい。潰れた？あ、あ、姫ー、姫ー、姫ー。リンクが落ちちゃうよ、姫ー。姫、リンクのことだ、姫。ねえ、なんで蛇行運転すんの？まっすぐこっち飛んできてくれたらいいやん。はい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 。あー、姫ー！姫ー！写真撮れない。あ、これは写真撮れないんですか。撮れると思ったんですけどね。今これしがみついてるからあかんのかな。ちょっと鼻先に立った時に、ちょっと僕動ける？まだ動かれへん。あ、いける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 。写真撮れるんじゃないですか。ちょっとどこにいます、あの人。あの姫、まつげがない。ああ、姫ちょっと待って、まだチャンスある、まだチャンスある。まだいける、まだいける。姫、ちょっと前は、まだ、あと1回あげるからな、写真タイムまだあるから、ちょっと。後のチャンスに。ちょっとあんまいかんとって、そっちに。チューリがおればなぁ、こういうのもな、一つ飛びないけど。ああ、なんか全然違うとこ飛んだ。な、風か。じゃあもうこうや。はい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 、潰していきましょう。物にね。あの、爆弾と弓で物を言わせていきましょう。はい。壊れそうな、お前。ちょっと頑張れよー。潰れた？潰れた？ぽい？潰れてない？あっ！壊れた。じゃあこれ。選ばれしも、あ、ん？なん？あ、潰れた？潰れたっぽいな。ちょっと姫、写真だけ僕撮りたいから、ちょっと穏便に、お願いしますね。はい、はい、はい、はい。姫の鼻先滑りやすいんよな、ちょっとな。これ、この、こんなことしてる間さ、ネルドラ、フロードラとかは一体何してんの？あいつらもふよふよしてるだけやん。ちょっと助けたろうとかないんけ、あいつら。どこにおる？ちょっと姫ごめんね、鼻の上歩くね。あー、そこか。ね、姫鼻邪魔。鼻なくなってくれへんかな？どうしたらいい？白龍じゃなくて白龍じゃなくてですね、映ってるんですけどね。ちょっと姫待ってな。尻尾じゃ判定されへん。あ、いけもうそれでいいですよもうそれが黒龍でいいです。じゃあもう僕のアルバムあれでいいですわ、ほなら。マジか、顔撮りたかってんけどな。ちょっと尻尾しか撮られへんかったな。やめて、そういうこと。もう本当に距離感つかむマジで苦手やからやめてほしい。かっこよくバチッとな、顔撮って終わりたかったんやけどな。あ、この今ちょっといかんとってよ。なんで行かんとって行かないで。ねえ、姫行っちゃった。姫行っちゃったよ、これ。姫、パラセール開かんでもいいかなってちょっと余裕ぶっこいてたんですけど。どうしよう、あいつの背中に乗った時に顔取れん、ワンちゃん。今めっちゃ取れそうやったんやけどな、しがみついてるからやっぱ無理なんやな。手にぎにぎしてる、かわいい。なんかちょっとふさふさしてるとかわいいって思っちゃうな僕。やばい、落ちる、落ちて死ぬ。よいしょ。この、あ、やばい、正気とか関係ねえから。あー、正気とか関係ねえから。よっしゃー。はい、入れ替えさせてください。
せめてね。あ、ちょっと待ってよ。正気ガードなくなってるやん。食うとかな、肉。早く食って。正気ガードついててもやな、これな。結局やん。全然意味ない。正気の服着る方が早いんやろな、多分。え、あと、え、もうなくない？まだある？ニキビ。あぶらぶらぶら。え、もうニキビないで、自分。治療完了しましたよ。皮膚科の先生もそう言っておられましたが、どう？あ、あ、お、おえ？いや、多分遠いな。どう？うわ、赤い月や。かっこ、かっこいい。え、どうしたらいい？姫？え、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 え？これこう。届いてないんよな。あ、あ、落ちた！やばー！でもあれ絶対顔乗るはずやったんやろうけど。落ちちゃった。姫拾ってもらおう。姫拾ってー。はいはいはい。いやー、かわいいね、姫ね。愛おしい。こんなにも一生懸命ついてきてくれんの愛おしすぎる。ありがとう、姫。一生大事にするな、姫のこと。人間の姿戻るかちょっとわかんないんですけれども。着きました？あの人、おとなしくしてくれません？どっかで。あー、誰かなぁ。やっぱ、乗らなあかん。まあ、あの、あー、やばい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 。ちょ、弾幕ゲームしてないんで、こっちやめてもらって。あの、秘石を壊せよーっていうのは僕わかるんですけれども、さすがの僕でもね。ちょ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 、これ乗らんとだってさ、そう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 。はい、こんにちはー。あー、綺麗な瞳ですね。グリーンカラーでね。はい、はい、はい。形態が一番難しかったな。ラッシュされんのしんどかったな、僕。壊せる？滑るな、そんな弾な。とどめ刺します。うわー、刺しちゃった。お前それ大丈夫か？もっと刺さなあかんかったんじゃない？乱暴ね姫、もうちょっと優しく扱ってほしいな、僕のこと。刺せてなくない？いけてる？だけで本体気づいてない気すんねんけど、いけてる？爆発する？バンって。あー、下僕たちと同じ死に方しよんな。うー、え、これはい、ハイラル滅びやん、この火柱。すごい衝撃入ったけど、みんな生きてる？てか待って、地下にあいつらおらんかった。賢者。いや、コンプリートじゃなくて賢者大丈夫な。地下まで届いてると思うんですけど、あの火柱生きてますかね。ユンボー以外焼き殺されてません？ちょっと、あの、賢者のとこ送ってもらっていいですか？死んでないかどうかが僕心配なんですけど。光った。え、ラウル出てくる？なんで服脱いでまうん？ズボンは履いててよかった。ラウルは？あ、違う。なんちゅうとこ立っとんねん。当たってなかった、浮いてた。寝てるで。え、これどうにかできひん、ラウル。てびくびくしよう。EMS の
マッサージ機使った時みたいな。力と時の力で戻してくれるってこと？ほら、ソニアの時の力が加わりましたよ、と。ひー、いいんですか？ひー、いいんですか？ありがとうございます。いろんな人の手を握れて私は幸せです。戻る？ドーンって言われても3人しかおらんやん。え？ 3 人しかおらんよな。あ、じゃあおる、おる、おる、戻ってる。あー、よかった。まあ戻るって信じてたけどね。いやー、やっぱ任天堂なんでね、そこはね。あの、ファイナルファンタジーとかだったらこれ戻らんとそのまま終わると思うんですけれども、やっぱ任天堂さんはね、安心のハッピーエンドを迎えさせてくれて本当に本当にありがとうございます。あ、一緒に行くの？あー、一緒に行っちゃうの？行かないで。あ、僕の腕戻ってる。右腕欲しい。一緒に右腕だけでもラウルは嫁おるし、シドも嫁できてもうだし、もうどうしたらいいんや私は。いや、これ空落ちてんちゃいます？ちょっとなんで裸やねん、服返せ。精神世界っぽいところで裸なんは許せるけど、なんで現実世界でわし裸やねん、おかしいやろがよ。服着ていいかな僕。え、これどうしたらいい？助けるー。ちょ、服切られへんわ。プラスボタン押しても何もならへん。姫待ってこれちょっとほっといたらどうなんのやろ。あ、そんな好奇心出しなんかお前もうラストでそんな好奇心渡すなお前は。もうちょっと気にはなるけど、ほっといたらどうなるんかなってちょっと思うところもあるんですけれども、救いたいと思います。大丈夫？これどうしたらいい。どう、あ、伸ばしたらいいだか。びっくりした。この状態で抱きかかえることってできるんかなって思っちゃった。そのアングルちょっとパンツ見えません。大丈夫ですか？今度こそね、手を掴みたいと。あえ、掴んだ。私今汗だくで手にゅるにゅるやと思うけど大丈夫かな。掴めてるかな、ちゃんと。あ、これ一番最初に落ちてきた水かな。いや、その高さからな。だから水に落ちたらな、内臓とか全部破裂して死んでまうって最初にも言うたけれども絶対死ぬと思うんよ、さすがのあなたたちでも。なんで大丈夫なんこいつら。あー、平和ね。鳥が飛んでますわ。お花も咲いて、これ。あー、水が綺麗。まだ寝てるん？僕服着たいな、ちょっと。姫目覚めたら裸でおるんやろ。めちゃめちゃ恥ずかしいんやけど。目覚めてもうた、服着る前に。うわぁ。え、裸でエンディングを迎えるってこと？あ、ゼルダの子もリュータかかってますやん。大丈夫？刺激強くない？どうして？いろいろあってこうなりました。ちょっと僕服着てないんですけど、そのことに関しては何も言わないんですか？私は…どこまで覚えてる自分？飲んだとこまでかな？あ、バイちゃん喋ってるわ、これ。大丈夫やでーって。ですね。そう。買ったでー言うてるわ。夢ではないのですね。そやな、悲願やったもんな。よかった。封印戦争を経験してるゼルダやからこその言葉よな、これは。よかったな。ボコボコにされたんやけどな、頑張ったから。
ほんまに服着させて、なんか気になる裸。いえ、わかります。私ずっとまどろみの中にいました。あ、そうなんや。浮いたっぱやん。どうすんのあれ。暖かなものに包まれて目が覚めたんです。あの二人の力か、ソニアとラウルの。これえ、もうこのままどうすんのお前の城。あれあれ、なんで持ち上がってるん。ありがとう。もう実家帰られへんで。いいの。私ずっと昔の時代でいろんな人に会いました。そやな、会ってたな、見てたよ。あなたに話したいことがたくさんあります。いや、いっぱい話聞きたいな。お前が向こうでどんな生活を送ってたんか。おかえり、ゼルダー、頑張ったな、お互い。てかお前、それ秘跡大丈夫なん持ってて。いや、コンプリートないけど、あれ秘跡持って帰ってきてるけど大丈夫なん。このタイミングで猫がごっつ暴れてんねん、踏んで。ゼルダ喋り出してから猫がわー言うて暴れ出したんやけど。絶対音入ってるわ。キャットタワーどえらい勢いで登り出したもん。あー、終わったー。あー、長かったー。あ、なんか今、エンドロール終わった後なんやけど。何このムービー。あ、ミネル帰ってきてるやん。みんな来た。でっけえしぞ。こうやって見たらほんとでかいな。うん、プルアまで来てる。こんな広大な土地を丸ごと空に浮かべるなんて。改めてゾナウ文明の力を実感するわ。どうやって空まで来たん。ガンダム乗ってきたんかな、ブーン言うて。空よな、これ。だってな、高度めっちゃ高そうやし。ミネル、どうないすんの、自分。あなたをここに連れてくることができてよかった。ここから、ハイラルのすべてを見てもらいたかったのです。僕、こんな高いとこ初めてごろ。かわいい、背中押してみたい。素晴らしい景色だ。トーンに言って背中押したら落ちてくんちゃうか。ゼルダはずっと、丸いし。この空にいたのだな。お前な、ずっと見てたよな、ハイラルを。覚えてはいないのですが、もう一度ここに立てるとは思っていませんでした。そっか、ここで飲んだもんな。これは推論に過ぎませんが、ラウルの光とソニアの時の力。いや、そうよな、それで戻してくれたんよな。奇跡を起こしたのかもしれません。4世相手入れるやないかい。はい、よかったね、戻れて。まあ、信じてたんやけどな、戻れるって。僕は、え、成仏しちゃうの。満足しちゃった、魔王らになったから。いや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 、マジかー。え、一緒に余生暮らしたかったな。時が来たようです。でもまあ、そっか、何万年待ってたんやもんな。限界よね、いくら魂と言えぞ。私たちが先の時代に委ねてしまった災いは、あなた方が払ってくれました。これで私も、ラウルたちの元へ行くことができます。そやな、もともとこの時代におったらあかん人やもんな。それは仕方ないよね。ガンダムは？ガンダムはどうするの？な、なに？どうしたん、ジュリー。なに？僕わからん。何が？なんでユンボ分かってんの？絶対分からんやろ、お前。集いし、我ら、はあ、この町も、ゼルダ姫様を支え、おい、ちゃんと台本書いてこいって、しまらんな。ゼルダ姫を支え、ハイラルの安寧を誓おう。見てないはずやのにな、賢者たちはこれを。知らんはずやのに。
ラウルとソニアにも伝えましょう。ミデル様、あなたの思いもあの二人のもとに。そうやな、過ごした時が長いからゼルダは辛いよな。私はちょっとすぐやったんですけども、ここに来たのがミネルが仲間になってすぐ来てるから、ちょっとあんまり感情がね、移入ができないんですけれども、ユンボーはなんでそんな顔ができるのかな。お前一番接してないまであるのに。ありがとう。まあ、悲しいけど、ああそれは悲しい。ガンダム。ガンダム。もう乗られへんのか、ガンダム。ラウル様、ソニア様、ミネル様、そして古代の賢者たち、あの方たちが願ったのは束の間ではなく永遠に続くハイラルの安寧。私はその思いに応えたい。これからもずっと。みんな力を貸してください、私に。で、これどうやって変えんの？どう変えんねん、お前ら。はい、というわけでね、僕のティアーズオブザキングダム、いかがだったでしょうかという。いやー、なんかもうちょっと余韻がすごくてね、ため息混じりの声が出てしまうんですけれども。ちょっとね、終わった後のセーブデータをね、ロードしまして、ロベリーから写真買ってきました。これですね、甲賀様、もらってきました。はい。で、自分でね、この魔王3つ分、これですね、第一形態のガノンドロフ、あらゆる武器を使いこなす武人でもあり、研ぎ澄まされた武器で立ちはだかる敵を砕いてきたと。私も砕かれた一人ですね。はーい。で、こちらが第二形態ですね。秘跡の力を解放し、まがまがしく変化した姿だと。で、こちらが最後、竜になった姿ですね。これでね、もうすべてのハイラル図鑑がね、埋まりましたということで、こんな感じでね、全部埋まってます。はい。ロベリーからね、あるものをいただきました。それがこちらですね。パラセールの生地。おまけ要素やからな。まあ、いいっちゃいいんやけど、もうちょっとなんか、なあ、いいもん欲しかったなって思っちゃうな。いやー、このティアキンが発売されたのが、いつでした？ 5 月でしたっけ？私は5月の23日からですね、このティアキンを、動画に上げ続けて、まあ、8月の、今ちょっと、録画してんのが7月31日なんやけど、ペースで言ったら多分、8月7とか9、パート40ぐらいでちょうど終わりそうかなっていう感じはするんやけど、いや、だいぶ長かったね。今までで一番長いパート数になっちゃったけど、まあ、仕方ない。本当にね、このゲーム、ボリュームがすごくって、私全然ね、その、裏のサブミッションとかもほとんど全カットしててこれなんで、サブミッションとかもね、丁寧にやっていったら結構な時間かかるゲームになってましたね、本当に。今回のシナリオに関しては、なんかゼルダのシリーズももうやってたんやったらちょっとわかる部分がね、多々あったなぁとは思いますね、魂の賢者のあたりだとか。時岡のオマージュが多いなって感じましたね。ずっとやってて。
賢者っていう部分も、時のオカリナでも賢者っていうのがあるんですけど、その賢者から来てるのと、ラウルっていう名前もね、その時岡の光の賢者が、あのハゲがね、ハゲがラウルっていう名前なんで、そのまま使ってますし、あの時のオカリナの賢者の方はね、みんなあれは魂だけの存在になってしもうてるんから、もう人の世を捨てなあかん状態になってしまうよな、守るために。それがちょっと悲しい部分ではあったんやけど、ティアキンでは多分そんなことないよね。みんな普通に生活できてたし、うん、それはなんかいい点やなって思いました。まあゼルダに関しても記憶をね集めていってたら竜になったんじゃないかということとか、なんとなくはこうわかるわけじゃないですか。やっぱり人の姿に戻るっていうのもね、自分はずっと信じてやってたんで、戻った時もですよねって、戻りますよねって思ったんやけど、他のゲームやったら戻ってなかった可能性もあるよな、これは。そういうね、エンドにしてくれて、本当に良かったなって思う。あそこでゼルダ戻ってないってなったら、もう本当に、って言って終わってたかもしれへんから。戻ってくれて良かったなって心の底から思いますね。まあ、信じてたんですけどね。で、まあ、続編ということでね、ブレワイで出てきたキャラたちが出てくるっていうのもすごく楽しかったですし、あの、NPC とかもちゃんと前に出てきたキャラが使われてるんよな。えのきだ夫婦がね、子供ができてるっていうのもね、時を感じましたし、続編らしいところもね、出してくれてるのはとても嬉しかったですね。そしてまあ NPC はもちろんなんですけれども、ブレバイの時にもお世話になったね、テバの息子よ。ねえ、息子が賢者になるなんてね、あんな成長してるなんて誰も思ってなかったよな。本当にいい成長の仕方をしてくれましたよね、彼は。で、まあ、ユンボーですよね。まあ、あいつはあんま変わってないよな。結局、オジクソやったし。まあ、経営頑張ってんねんな、とは思ったんやけど。ビビりなところはあんま変わってないな、とは思ったね。人ってあんま、やっぱそんな変わらんねやろな、って思ったんやけど。あとは、シドな。はい、相変わらずかっこよかったですね。ちょっと婚約者ができてるのが、やっぱり最後まで気に食わないんですけれども。まあ、王なんでね、彼は一国を治める。仕方ないですよね。あとはルージオな。やっぱ、族長としてしっかりしてたわ、彼女は。ブレバイの時からね、しっかりはしてたんやけれども、さらになんか芯が通った女性になってて、いや、いい成長の仕方するんやろなって、しみじみ思ったな。今回これでさ、ガノンドロフの本体は打ち滅ぼされたっていう解釈でいいんかな？でもそうなってしまうとな、わかる？もう、ブレスオブザワイルドシリーズ出やんってことになるねん。だって、ガノンドロフが消えたんやろ？ほらもう脅威がないわけやん、この世界には。だから、なくなっちゃうってことになってしまうんやけども。でも一個さ、その気がかりなんかさ、ゼルダがさ、秘石持って帰ってきてるやん、時のやつ。あれ、また争奪戦ならん？あれ、だから言うたら神が作ってる石なわけなんやろ？その神の遺物って言ってたからさ、説明で。それって言うたらさ、トライフォースと一緒やん。あのトライフォースって確か女神さんらが作ったんよね。時岡のやつは、その女神が作った遺物、トライフォースを手にしたことによって、ガノンが力を得て、闇の世界になってしもたんよ。で、今回は、秘石をガノンが手に入れて、闇の世界になっちゃ、まあ、なろうとしてたけど、まあ、止めたんやな。止めれたんやけどさ。でも、またあれ、奪われたら、同じことになるとは思うんやけど、あんなもん潰しとった方がいいと思うんやけどな。ああいうさ、力を持たすものがあるからさ、世界平和ってなくならんわけやん？潰したらいいと思うね。兵器とかも全部。ダメ。いやー、どうなんやろうね。でも、ブレワイ出てからさ、これもう、出るよーってなるまでに何年もかかってるわけやから、もしかしたらまた何年後、何十年後に続編が出るかもしれないし、もしかしたら新しいゼルダシリーズが出るかもしれないし、それはもう人生の楽しみにとっておきましょう。もしね、次回作が出るとしたら服はまた緑に戻るのかとかね、そういうのもね、楽しみになってきますよね。本当にもう永遠に続いてほしいコンテンツではあるよね、ゼルダの伝説。期待値高いから作りにくいやろなとは思うんやけれども、やっぱりやってるプレイヤーの身からしては終わってほしくない。
そういうゲームの一つではありますよね。じゃあね、もうこれで私のね、Tears of the Kingdom はこのパートにて終わりにしたいと思います。もしかしたらね、この先ティアキンのダウンロードコンテンツもね、プレバイみたいに販売されるかもしれへんけど、私はもうこのストーリーで満足してるし、武器とか防具とか、そういうのもね、もうこれで全然満足なんで、ダウンロードコンテンツが出たとしても、私はやりませんとだけは言っておきますね。はい。というわけで本当にね、時間泥棒だったこの Tears of the Kingdom がちょっと終わってしまってね、いやーもうちょっと呆然としてるな。明日からどうすればいいんってちょっとなってる。本当に生活の主軸がティアキンやったから、どうしようって。もうなんか本当、心にぽっかり穴じゃないけどさ、終わっちゃったなー。俺の夏休みみたいな感じになっちゃってるな。6冊状態になってるわ、私は。5月からティアキン始めてね、登録者様もポツポツ増えてきてね。本当に嬉しい限りでした。ありがとうございました。私はいろんなゲームをやってるタイプの実況者になるんで、まあ、ゼルダシリーズもね、過去にはやってはおるんですけれども、この先上げるとしたら、もうそれは新作が出た時になると思います。なんでね、まあ、ティアキンが終わったとしても、私のことを引き続き見てくれたら嬉しいなとは思います。というわけでね、長いパート数になりましたが、最後まで見てくださった方本当にありがとうございました。やっぱりどうしても動画っていうのは、その場でコメントができない分、コメントだとか、高評価だとかっていうのが、配信に比べるとちょっと少ないと思うよな。配信ってやっぱその場でコメントするからさ。私も前配信してたからわかるんよ。配信してる時にコメントもらって嬉しいなっていう気持ちになるんやけど、動画してる時って本当にもう壁打ちなんよな。ひたすら壁に打ってるだけやから、それに対して、やっぱり、こう、レスポンス、高評価、コメント、もらえた時は本当に嬉しかったから、いっぱいコメントもいただいてね、高評価もね、押してくださる方が何人かいて、もう本当に自分の心の支えになってましたね。やっぱりね、ゼルダっていう強いコンテンツやからこそ、ここまで来れたっていうのは絶対にあるんで、今後ね、ゼルダ以外のゲームももちろんするんですよ。マイナーゲームもしますし、ホラーゲームもしますよ。もう夏なんでね、もうホラーやりたいんで、まあ、次ぐらいにホラーやったろかなとかちょっと思ってるんですけど、それでもね、見てくれたらなって思います。というわけでね、後撮り始めて、もう、あ、2時ですね。はい。あ、もう50分撮ってますか？そうですか。50分撮ってもほとんど聞いて、あ、使わないんですけどね。はい。でも50分喋り続けてます、私。画面の向こうで。ありがとうございます、いつも。それじゃあね、今日はもうこの辺にしまして、またね、次の動画でお会いできたらなと思います。はい。ぜひお会いしてください、私と。お会いしてくれたら嬉しいです。はい。というわけで、じゃあ、みんな、よく寝てくださいね。はい。じゃあ、お疲れ様でした。おやすみなさい。